し、この S トップは明日からの整理品なんですけど、広告発注のミスで全く宣伝ができてへんのですよ。さて、そんな目的や言うても、この前夜も負けるわけにはいきまへんで。何か言われた気もしますが、勝負には関係ありませんね。そろそろ試合開始のようです。ご本人は。さあ始まりました。南区最強スタジアム、大きな時間です。期待の新星に挑戦状を叩きつけたのは、タグヤル商人特売1号。その名の通り、特売1号は商業地域で商売を営んでおります。いや、専門ショップ、安くていいパーツ揃ってます。興味のある方はショップ全英門で検索。あお疲れ様です、マスター。いや、なかなか購買意欲を誘われる試合でしたね。先ほど善右衛門さんのお店を調べましたが、嵐が去った後のように何もかも売り切れてました。残念です。それにしても補強パーツや電脈強化術式があるとはいえ、傭兵でもない一般人でもランカーになれるんですね。そういえば日本奪還時代にはこの国の大臣自らギアを買ってレイジと戦ったとか、ゲームで操作を覚えた天才パイロットがいたとか、そんな記録もあるとかないとか。今はお金でギアが手に入る時代なんで、奪還時代以上にいろんな人がギアに乗ってはるんですかね。この国の歴史は興味深いです。ほな、お疲れ様でした。マスター、ちょっと前にレイジの動きが活発になってるっていうニュースがあったん覚えてはります？あの騒動、実はまだ収まってなくて、昨日ついに北区にレイジの襲撃があったそうです。実際に襲撃されるのは初めてです。ちょっと異例の事態ですね。幸いにも北区はコスモポリストップレベルの投機実力者の集まりなんで、被害はほとんど出ずにレイジを討伐できたらしいです。もし北
北区やなくて南区が襲撃されてたら被害は避けられへんかったでしょうね。なんたって南区表層には住居地区や商業地区ぐらいしかありませんから。あとは大動物園と大温泉といろんなお店のたまり場と、ちょっと小さいですが食い倒れ地区っていうのもあります。食い倒れ？なんとなく物騒な名前なんで危険な地区の一種かもしれません。調べときますね。ビリケンで掘り出し物が売られてます。さて今日は何をしましょうか。マスター、食い倒れについて調査したんで聞いてもらえますか。食い倒れとは飲食にお金を使いすぎて貧乏になるって意味で、旧時代の大阪は食文化が盛んだったことから食い倒れの都市と呼ばれてたらしいです。西京都は日本復興のシンボルとしてコスモポリス内に当時の大阪文化を再現するため、食い倒れ地区として飲食店を固めた場所を南区に作らはったみたいです。以前にお話ししたお笑い地区もこれと同じプロジェクトに入ります。食い倒れ地区では各店が他店を出し抜こうと毎日イベントがあるらしいです。常にランキング戦が開かれてるような感じでしょうか。小さい地区ながらなかなか活気がありますね。とはいえギア一筋の私たちには無縁ですね。
ほな、お疲れ様でした。マスター、今度は東区が0時に襲撃されたみたいです。